信号渡ってきました、上三条町三丁目です。で、ここの建物も結構こう亀裂があっていうところですよね。で、それも結構すごいこの旧型の多分放置されてるんじゃないかなっていうところですね。信号渡って右手の方の天皇園芸のところの横の筋を、入ってきたところです。まあ、さっきの、ね、横っちょの川がね、子供の頃ちょこちょこっとこうそこの川なんですけども入っていって魚がおらへんかどうかとか探してたんですけど、ね、昔は大きな貝。あとはまあ、その川がちょっとね整地されて、なんかそこのところに歩けるように両側サイドをちょっと整地されて、まあ、この建物ですね。こっちはもう老朽化されている古い建物ですね。そうですね、上三条町6丁目、まあ、人はまだ住んでらっしゃいますけど、老朽化していってその奥ですね。まあ、ただちょっと場所が場所だけ道路狭いんでね、重機どうやって建てるとき、まあ、人が運んだのか、向こうの方の道路から向こうの方の道路から物資運んで供給して建てたのか、まあ、どうされていたのか。1人2人ぐらいしか入れないようなあの路地のところの建物どうしてたのかなって。もうそこなんかすごいですね。もうツタが覆って、まあ、完全に放置されてる建物でしょうね。もう人は絶対住んでないと思います。まあ、ここは港山温泉っていうところで、ね、昔からあるところで、湯っていうのぼりがあって、一応温泉が湧いてるみたいです。あちらはあれですね、外壁だけ残って建物は撤去されてるみたいですね。金網のフェンス1枚で、まあ、止めてるみたいで、まあ、その横とかもそこもどうなんでしょうね。多分人いないような気します。4号ぐらいだったら入っていけそうですね、小型の。この辺りはね、こう結構綺麗に新しく家建てられて、あとはこちらですね、亀裂がすごい蔵のような建物、まあ、何かあった時、まあ、倒壊の恐れがあります。まあ、あとこちらの建物もだいぶ古そうですね。
まあ、インターホンのところもなくて表札もないので多分人いないと思います。こちらが港山町21丁目で、あちらもあの老朽化したアパート、まあその隣もそうですね、あちらも老朽化したアパート。まあ撮影初めてね、まあ、そんなに時間経ってないと思いますけども、あの探せば探すほどいくらでもあの老朽化してるところがあって、この辺は小綺麗ですね。でも人の気配しないですね。こちらもそうなのかな、けどまあペンキは塗ってて、まあ、花とか植木鉢があるから、ちょっと向こうの方行くのやめて大通りの方行きます。すごいですね、亀裂とか建物結構入ってるんで。まあこっちは空き地ですね、その横とか。ここもすごいですね、もう絶対多分人いないと思う。このまま自転車も放置されてるような感じですね、もう大体見た感じで。まあこちらもそうですね、あとはここもけど亀裂、ペンキは塗っていてもっていうところですね。阪神淡路大震災なんでね、結局っていうところで、まあ、さっき斜め向かいから映していてたその老朽化してたところですけども、まあこういった建物ですね、まあどの昔から、閉まっていて、まあ、私が子どもの頃からこの辺は閉まってたような気がします。まあ、建物見たら分かる通り、まあ、この辺とかも解体してスペース作って、でちょうどねガードレールあるから家建てても安心できるんじゃないですか。でこちらは学校だったのかな、まだ機能してる学校かな。まあ、その学校も相当古いですけど、まあ、あとこの辺もこういったお店、こちらまだ古いですね。まああ、まあ、まあ、まあね、これはいいかなと直感的に思いました。他に亀裂入ってるところの方を最優先すべきであって、まあまだ大丈夫そうに見えました。そこの真ん中のシャッターの上の方の亀裂ですね、まあ、こっちも古いっちゃ古いですね。まだ人は住んでらっしゃるみたいですね。まあ向こうの方もね、探しに行けば多分ちょこちょこっとこう出てくると思うんですけど、ちょっとね信号を渡って父親の家の方向かいながらこのまま撮影続行します。こちらはね、石橋ですね、石橋じゃなくて橋ですね。昔は石橋って呼んでたと思うんですけどね、あのバスの放送が。こちらの家庭文化日用品一式鈴木商店さん、こちらの方もどうなんですかね、もうだいぶ前からクローズされてるんじゃないですかね。で
あちらのドアはね、ミスオープンさせたんですよね。まあラーメン屋さんですね。あの家賃が安いからでしょうね。でそちらもあの窓の奥のところも人の気配がなさそうな、まあどうなんでしょうね。あとこういったところもそうなんですけどね、ここもあの入り口はね綺麗にしてるんですけど、本当のところそれ以外のところが老朽化してるっていう、横見たらバラック、ああいうふうなね、阪神淡路大震災の時にこうなんかそういう部分だけちょっとっていうようなところが結構あって、なぜまあね、ああいう状態で多分解体した方が絶対良かったんでしょうけども、まあこの辺りも人を住んでらっしゃらないんだったら解体入った方がね本当はいいと思います。右手の方もあのポスター貼ったりとかしてますけど、お店多分営業してないんじゃないかな、遠の昔から。お店っぽい、まあこういう風なところもそうだし、中にこうね、新しく綺麗に建てられているお家の方たちもいらっしゃって、そこのお屋敷はすごいですね。ただ門の形状とか見たら本当に今でも中は大丈夫なのかとか思ったんですけど、まあこちらも綺麗な家建てられてますね。なんかこうあの建物自体はちょっと見えるところからではそんなに古くなってますが、まあこちらはペンキ塗ってなんとかっていうところですね。元はかなりっていう部分はありそうですね。バラックは、その筋入っていったらまあこの辺もそうですね、かなり古いところですね。ここは大病院、このところのアパートかな、一軒家かな、あのところもだいぶ古びてますね。で、放置されているような気配がします。なんだとかね、蒸気がほったらかしになっていそうな状況とか、そういったところを見たときに、ああそうなんじゃないかなと、こちらの建物もそうなんじゃないかな。あとこちらですね、ここも相当ですね、木の扉、もう大体木の扉は大体もう相当なそもそもの年月が経過しています。で、まあ、阪神淡路大震災を経験していると。あとこちらですね、ここもすごいなと以前から思ってたんです、亀裂の入り方と、あと古さが、まあその隣もそうですね、まあ人は住んでないと思いますよ。だからこの辺りとか解体してスペース作ろうと思ったらいくらでも作れる。だから山の中新しく開拓しなくてもっていうところですね。開拓ですね、山丸ごと削って整地しなくても、多分そういうふうなところを先解体して、でしっかりスペースですね。ただ向こうの方をね、見ていて思うんですけども、まあ、ないとは思いますよ。私が子供の頃から一回も土砂崩れはないんですけども、ただもしそういったものが発生したらっていうことを考えたら、
多分もうそこの甲府さんぐらいまでか、この道路のこちらがまでで家を作るとか、あの辺りそういう考え方の方が本当は正しいんじゃないかなって思います。一応壁面をね、工事していたとは思うんですけどね、補強、その上に草が生えてる状態、そちらの建物もそうなんでしょうけど、横はつながっていて、まあ難しそうな部分もあったりとか、まあ、ここもそうですね、亀裂すごいですね。まあ一応下に車は止まってるんですけどね、信号待ちしてる間にこの横ちょっと、あとここですね、あとそしてあの氷室神社っていうその矢印が出てる表札の建物角のところですね、そこもあの人の気配なさそうです。そうですね、まあ亀裂入ってますね。この筋もね、何軒か、まあ、老朽化してるっちゃもう老朽化してますね。 1,2,3,4,5 奥のところぐらいまでかな、5番目のところ、シャッターのところはまだいいかもしれません。あとあちらですね、バラックのところ、まあそのこちらも相当相当っていうところですね。こちらも亀裂、まあ、あとあちらの佐藤って書かれているところの隣のところの、あのバラックの建物ですね、バラックというか、まあ、シャッターのあるところ、あちらもそうですね。まあそういった中でこうやってね、新しいお家が建っていて、ってまあ建つ前は老朽化した建物だったんじゃないかなと思います。高さあるんでね、こういったところがもし何かあって崩れてきたら怖いなとか思うんですけども、亀裂結構あります。列車の方見たら分かる通り亀裂だらけです。とか言って出しますけど、まあそんなに長いのは使えちゃう、使えるのかな、亀裂は見当たらないけど、ペンキ塗ってごまかせるような気も十二分にするんですけどね。だから大きな震災があった後、その解体する勇気ですね。まあ土地代があるはずだから土地売って解体回れるはずなんですけどね。あとあちらの建物ですね、壁の横亀裂、かなり入ってます。ただ洗濯物出てるので人を住んでらっしゃると思います。この辺りが兵庫区夢の町2丁目です。信号というか歩道橋を渡って、あの自動販売機を置いてあるその隣のというか、その位置に位置の建物、あの辺りも古いっちゃ古いでしょうね。まあ、ただどうなのかな、こちらから見て亀裂は入ってないような気がします。
どうでしょうね、ここもペンキ塗ってるけど本当は古そうですね。あの反対側も通ってくるとき見ましたけども人を住んでなさそうです。ああいうふうなボロボロのところをいくらペンキ塗っても入居者、入居する人も嫌がると思いますから無理があると思いますよ。ちょっとね、電源落とします。